こんにちは、豊さん。裁判官です。か今日は誰かを裁判します。まあ裁判というか、私が裁判長です。わかりました。じゃあ、あの判決をお願いします。はい。中日の平田良介選手退団理由の判決、これは、はい、まあその理由が何なの、はい、自分が望む引退セレモニーを、うん、開いてもらえないので、だとしたら中日で引退するのではなく他球団でやりたい、うん、というものです。引退試合がどうしてもやりたいわけか、はい、で自分の望む引退セレモニーがしたい、うん、ま、それは、はい、それは球団が用意しなかったということ、それに腹を立ててるということ、というふうにやっぱり外野としては受け取るよな。受け取ります。で中日側も全く用意しないわけではなく、ちょっと規模があの縮小されてしまうと、うん、いうふうに伝えたところ、本人の中では多分いろんなプランが、グッズも販売しながら映像も流してマウンド金で自分も話したい、うん、それができないのであればやっぱり形として残るものが欲しいので、ここで引退はせずに他の球団に、うん、まあ、その形を残すっていうのは、はい、その自分の中だけなのか、それともファンに対してこれだけ、うん、まあ、やってきた中でファンに対してお別れを言いたいという、うん、まあ、それを気持ちは分からないではないよね、うん、わからないではないけども、はい、君は5年契約という FA で大きな、ね、契約をいただいてて、はい、年々名前が消えてったの。その給料に対して球団に対してのその責任はちゃんと果たしてますかと、うん、そのセレモニーを一概にやる、用意をする、はい、告知をする、それだけでもお金がかかるのはあなたはご存知ですか。そういうことを考えたときに、はい、球団はあなたに対しての最大限の FA の時に情報をしながら契約を結んだ、はい、だけどまあいろいろ怪我もありね、まあ、不本意な成績ではあったことは確かだけども、はい、その責任は、うん、君は重い裁判官、うん、そう見なすんですね。まあそうだね、まあ、平田のね、うん、あの気持ちもわかるんだけど、はい、ただユニフォームをこれからも着続けるという、うん、なんかこれがちょっと矛盾してるんだよね。ファンも同じこと、まあ、例えば野球が好きだから、はい、まだ燃え尽きてないから、うん、あの野球を他で、まあ、中日に愛情があったとしても、はい、他でやらせていただくと、うん、言うんだったらいいけども、例えば自分のタオルをこう掲げてファンの前で、うん、引退セレモニーをしたいっていうね、はい、まあ、功労者ではあるけども、うん、平田はね、あの強い時期 の、うん、あの本当にライトのレギュラーというかね、一つのポジションをね、責任を果たしたということはあったにしても、うん、やっぱりこう終わりがあんまり良くないよね。そうなんですよね、うん、だからファンももちろんそのやっぱり功労者だからかわいそうっていう意見ももちろんありますし、一方でこれができないからじゃあ引退しないで他のとこ移りますっていうのはまたなんかちょっとまあ、ちょっと違うんじゃないかっていう、ちょっとまあでもそれはさ個人的な夢だから、それはそれで秘めといて、秘めとけばいいだけの話でさ言う必要は、まあ、言う必要はないんだよ、はい、ただやっぱ見る側からすると、うん、平田が野球が好きでまだやりたいんだって、まだ燃え尽きてないんだって、うん、あ、じゃあ活躍をこれから他球団行っても応援してあげようよっていう声は上がると思うんだけどさ、うん、え、これ引退セレモニーのためにユニフォーム着て、はい、じゃあその球団がしてくれなかったらどうするんだろうみたいな、またじゃあ転々と、だからその条件でユニフォームを着るのかな、ああ契約の時に他球団、だから僕が引退する時にはセレモニーをちゃんと用意してくださいって、もうそんな選手じゃないから言ったところで他球団に行きゃね、はい、ね、他球団に行ってももう成績が出なかったら1年でポーンってやられるから、うん、はい、その契約は多分しないと思うよ平田ね、よっぽど頑張らないと、うん、でもやりたいんだったらね、そういうセレモニーをやりたいんだったら平田がもうとにかく頑張ることだ、うん、でもね、力は俺残ってると思うこの選手は、はい、で考え方だとかそういうものを変えていったら俺は絶対力は残ってるはずだ。ということは他球団からオファーはありそう、あるあるあるですか。俺だったらあると思う、俺はあると思う、多分どの球団とか、まあ、楽天とか右がいないし、はい、うん、なんかあのパンチ力だとかまだ残ってるしね、はい、それ考えてやっぱ考え方なんだよあの子は、うん、変わってるでしょ、あの
まあそうですね、これちょっとね、自分を功労者だとそれは他人が評価するんだけども、はい、自分で評価しながら自分で妄想して、はい、突っ走っちゃうタイプでしょ、うん、そうです、ね、いやだからそれをいい方向に変えていければ、はい、俺はまだ力が残ってると思う、うん、まあどの程度の怪我でね力が落ちてるのかわからないけども、はい、俺はできると思うけどな、うん、どっか取ると思うよ絶対に。そうですよね、うん、ただこれを聞いてしまうとなんか他球団もあじゃあセレモニー用意しなきゃいけないよなとか。いやそんなことは考えないよ。取るのセレモニーまあまあ、君はセレモニーやりたいんだねみたいなじゃあうちでそのセレモニーを、ね、できるように頑張ってくださいよみたいな。そうです。でも豊さんもでもね平田ってねやっぱねこうやって自分の心の内を素直にこう話す、うん、すごく素直ないい選手なんだよね。で俺なんかもこう球場行くと、まあ、会話をしたりとかもするんだけどすごくこう純粋というか、うんまあ、素直というかねちょっと言葉の使い分けとか、はい、ニュアンスのかけ方の違いを、うんまあ、勉強するといいな。そうですね。あとここで言うべきなのか言わない方がいいのかとか。そうだね。そうですね。豊さんもその引退試合をされてないじゃないですか。してないよ。まあ俺らの時代は、うんまあ、そういうことっていうのは少なかったし、うん、そのイベント的な問題がね、まあ、少なかったし、で引退試合って つけるとやっぱ選手にお金を払わなきゃいけないんだよね。例えば引退試合っていうふうにつくとファンを引っ張れるじゃない。だからその収益の何パーセントっていうのが選手に入るようになるんだよ。で引退セレモニーになってくると、はいまあ、ちょっと多分違うんだと思うんだけど、はい、ただグッズが売れる、グッズは最初から契約してるからさ、はい、グッズの売り上げの何パーセントは選手のっていう。ああそこでまたでお金が動くんだよ。動くんですね、うん、だから、まあ、我々の時はそういう無駄なお金は使いたくないってあまりにもね、はい使いたくないという、うん、でただ今は球団のイメージだとか、うん、そういうものがあるんで、うん、そういうことをこう多く、まあ、やるようにはなったけどね、うん、球団の温かみというか、そうですね、まあ、そういうのを、まあ、演出だよね、うん、するようにはなったけどね、うん、まあ俺が心に残ってるのは、うん、やっぱファンにお別れを言えなかったということがまあ、一番心に引っかかってることではあるけども、はいまあ、平田がそういうふうに考えたのかなっていう、うん、ただ他行ってやるっていうのはさそれができないから、うん、でもけじめとしてどこをけじめとするかっていうのは平田は考えたのかもな。うーん、まあ、例えばファンにお別れをしてこれでユニフォームが脱げるっていうふうに思ったのか、うんまあ、平田の心情というのはちょっとわからないけども、まあ、野球選手としたら少なくとも、うん応援してくださってるっていう気持ちがあればそういうふうな思いになる可能性もあるよね。まあそうです。だからといって言うか言わないかというね、うん、っていうことですよね。まあ平田ぐらいの選手が引退したら、うん、まあ例えば名古屋界隈では、うん、まあテレビ局に呼んでまあ何年間お疲れ様でしたみたいな、うん、多分そういう企画もやってくれたと思うんだよ、はい、その時に、まあ、最後にお別れを言えなかったのが非常につらかったと、うん、言えば、はいうん、そうですね。翌年オープン戦の時にじゃあ平田ちょっと呼んでやってやろうかっていうことになったと思うよ、うん、中日もあったかい球団だからそうです、ね、全く開かないっていうわけではなかったではないとは思うんだけどね、はい、だからそこをさ、はい、でもそこを次へのステップへの種付け火を灯す、うん、そういうことであれば、はい、有言実行という意味ではね、はいまあ、平田はそういうふうに考えたのかもわからないし。そうですね。言った以上は次行くところではやっぱり活躍をしなければいけない。まあ面白いよね、いろんな考えの人がいるからまあ俺だったらそんなことはまず言わないよ。いやまだ野球をやりたいと、はい、34歳まだ体が動くんで、はい、あと 2,3 年は頑張りたいと思いますので、うんまあ、他球団で頑張らせてもらおうと思います、うん、なんかそれが普通のような気がするんですけど、ねうん、だから他球団の方見てね、はいうん、私に興味があるんだったらご一報くださいみたいなことを言っときゃいいんだけどさ、うんうん、いや用意してくれたら私はユニフォームを脱ぎました、うんね、でもそれは他球団でやりたいからっていや他球団の人も迷うだろうねこのまま中日でそれやったらユニフォーム脱いだのみたいな。いやそうなんですよ。だからこう難しいよね解釈が。だから平田と話すことが必要だよ。ちょっと平田一回呼ばなあかんな。いやそうですね、その呼びたいよね。もしかしたらね平田さんなんか来てくだされば、まあ、平田だったらああ豊さん出ますよって何回言ってくれそうな感じがするんだ。そうですね。で実質も中日は辞めるので一応今フリーでは
な感じではいるんですもんね。接触したらいいんですよね、まあまあ、そうですね、いいと思うよ、うん、だからまあしっかりしたことをこうご報告をして、はい、それが球団の人が見てくれてあそういう心理だったのかと、うんうん、真意が分かったら呼ぶかもわからないしね。そうですよね。実際いや僕はあの他球団で、うん、引退セレモニーをやりますみたいな宣言しちゃうとさ、いやそこ保証できないけどみたいな。そうですよね、うん、いやだけどそのぐらいやっぱりこうね、うん、あの交流者として、まあ、何年かの間しかもうできないけどね、はい、まあ、頑張れれば。あとはね他球団あのまだね豊さん DH だったりとかあの代打で全然使える選手っておっしゃってたので、はい、ちょっとじゃあ他球団どこ行くのかも。では主文、はい、どうでしょう。平田被告よく聞きなさい胸の内はしまっとくものと出すものと分けなさい、はい